はい、どうも、きょうでーす。さあ、今日はね、ちょっとしたやりたいことを考えてきました。今ね、名前を倒したら煽ってというね、名前にしています。今からね、バトルをしていくんですけども、倒されたら、煽られて、即終了となります。うん。はい、やっていこうかな。さあ、バッテラルールは縄張りで、倒されたらもう即終了だからね。そこで、そこでぶっちりだからね。一発の可能性もなくないからね、これ。でも本気で戦うからね、俺は。さあ、ギアはいかに、ペナはいない。さあ、どうぞ。しっかり相手、やめと、これは一発の可能性とかやめてくれよ。俺本気で戦うから。ほら、あー、やばい、間に合うか。さあ、やばい、意外と煽ってこない。大きい子だね。さあ、今回勝ち負けは関係ないんで、企画だからやりたいことだったから。うわー、マジか。意外と煽ってこないな。アーティス強いんだかな。真剣って言ってもちょっとめっちゃ押されてるな。まだ生きてるな、これ。やばい、あー、持っていけねー。グライム間に合うな。勝った、頑張って。倒されまくったらそのうち誰かに煽られるからな。まだ煽られてないし、なんか言うの。よっしゃ、 OK。 倒したやつはどんどん倒していくぞ。やべ、あー、意外と煽ってこないもんだな。子供たちやったら煽っていきそうだけど、今昼間だからね、平日の昼間に撮ってるから、子供たちはみんな学校とかで、学校だからね。作詞さんじゃないな、参考あり、何かワンチャン勝て。着地、最後の着地、あー、ダブル着地、勝った。 OK、 煽ってこなかったね。ちょっと初手倒されてばっかりだったけど。さあ、やっていこうか。できるだけ倒されないようにしよう。バーマニューバーボールド、セット、いや、セットは気をつけたい。さあ、相手はどこから来る。正面くらいか、正面左くらいか。来てるね、来てるね、バーが来てるね。アルミさん2枚か、違う、3枚か。アルミさんいくくね。バーもすぐ溜まるし、ジェットもすぐ溜まる。ボディ強いからな、相手。
うわーやばいぞ。一足前に味方もね、そこそこローラー2名だからな。ローラー2の不思議ボール、相手の方が塗り強いな。ローラーでも塗ることは塗りだけど、塗れることだけど、お前一足前に上には負けるって。アルミサがエグいんだよな、相手アルミサさんに相手にローラー2枚で、アルミサのせいで、いやー全然足場がねえな。左から行くしかないから、左から行ってもな、左高台ばっかりだからな。高台からのローラーこんなに強くないんだ。今の右のやつやばって、かわいそう、どうして10発10発だった。ここばっかりいてるとな、狙われてる、バレてる。他のやつ飛びたいな、ポッカは。おらんかった、いいかえぐい。鍛え抜けてみる、いけそうだな。ちょっとやばすぎ、ほら今回も敵煽ってこなかったな、倒されても。キルしかしてね。はい、もずく武器を変えてきました。ゴーニーベッチュリ、さあカーボンバー落ち葉クワット、さあギアはクワットテナダバー、いかに怖いね。さあカスチャーがいるが、そいつ言えば弱いんだよな、チャンの中で。最近合皮使ってるからな、武器。さあ、もう後ろにいる、ガッガン当たり、左来たか。なんかいるね、落ち葉か。クワッとやりに来てんな、クワッとペナだから。ナイス、ただ強いのかな、もう。やっ、カモン、はい、まだ俺死んでないよね、やばすぎ。なんでさっき、うわー、あーマジか、なんでさっきナイフをしたんだ、ボタン押し間違えた。なんかやばそうじゃない？おい、クワットか、お前。やりてぇな、あいつ。ふい。カーボン。やっていく。ふいにね。あー、やばいぞ。
ライター煽ってこないもんだ。下に行こう。この時間帯になったらクワッドを倒していきたいところだな。はい、行こう。ポック投げとく。やばいな、認知してる。なんか倒した。いけるぞ。うわー、マジか。いや、負けたな、これは。意外とみんな偉い子だね。このまま5にベッチを使っていくわ。はい、パッテラね、行こう。さあ、一戦肺活ザップテレビ戦以下2か、怖いなー。で、肺活もアーマー2か。これも味方は甘えるが、ガッガッ下の方かな。これさあ、ナイス弾吐きまくるぞ。バッテラー広いから塗ってるわ。ナイス弾吐きまくればもう勝てるじゃん。相手が強いか弱いか分からんけど、ちょっと、やられなければまだ続くよ。煽ってこなきゃ。テレビも肺活もそんなに塗り、うわぁ、肺活とか見たか。濡れてないじゃん。はい、塗ってくるね。塗ってきてもらえて、ザップが塗ってるね。相手さあ、敵が正面来そうだな。左ぐらい一枚来そうだ。かわいくってエサも貯めて、マイカス終われ。ゴッゴー、マイカスないよ。届かない。全然キルしてねえな。いや、やりにくいが今いる。うまいけね。うまい。決まって。やった。ああ、みっちり。なんか後ろ入っているんだけど、やべ。このヒューマたち、誰がやってんだろう。何年。年齢、誰がやってんだろう。多分大人は多いな。子供たちはキッズやってないな。がさ、よく煽ってきそうな感じはあるんだよな。あいつも大人とかめっちゃしないから、俺も煽りとかよくしないでしょ。よくっていうか、煽りするの嫌いなんだよ。動画的にこれ長くなるよ。全然煽ってこなかった。はい、やっていこう。行くな行くな。クロマニューパブロ行った。カニペナいない。
右から攻めに行こう。右来てるな。なんか。下、黒か。どーこだ。一回こっち投げとくか。いや、あれやよ。読み通りだ。返すな。さあ、敵が来たところ、来たところで、ね、左？変なところ。右行きそうだな。来てるね。うわ、やばい。ナイス。いや、シールド振るの遅かったね。透明右か。怖いけど。うわ、10パー前。やんのか。ジッパーのしっかりカバー入れていく。敵来るでしょ。左1枚いるわ。みんなポッコやばいっす、それは。やばい。来ないね。はい、左来てそう。対抗か。潜伏でもしてそう。してない。どこだ。正面か。いやー、行ったらやばい。奥投げとくわ。ダウン、すごいやばい。うわ、やりにくいが、もし行ってくれ。しんどい。いやー、どこ行った、どこ行った、やばい、あー、多分行った。多分、大人が多いな、これ。やってる人。うわー、多分邪魔。下も邪魔。あーん。いやー、これ動画長くなるぞ。結構乗ったけどな。はい、やっていこうか。これ何戦やったらいつ終わる。ローラー、テレビン、ディス、カーターも強くね。裏2枚、テレビン52。めっちゃ強いやつばっかりじゃない、武器的に。濃くないか、濃くないか。あさねえか、相手の動きを読もうとする。相手の警備に対処したな。でもそれでも他の3人煽ってくれる可能性あるもん。煽されたら。さあ、どこだ。深く相手の読み。オッケー。やばい。どこ、どこだろうな。ドラベか。ドラベはスクラブスボムバブルか。ローラー、ローラーしてくれ。エクストやりたいな、皆さん。やべえ。
まばついたんだ。やっていけ、こっちはね。2発当てたのに、2発当てたら1球できるないな。うーやべえっすね、やったほら当たるっすね。えいしっかり相手の動き読んでいく。はいやった、もちろん。うーあれあれあれね、あー、ちょっと乗っちゃうかな、まあいいか。あー、ヘッセンがいるか。何やって、しっかり2発当てて、リードしていく。これは相手、煽ってこないパターンだ。味方が追って取ってない。お前誰だよ、今待っていくじゃん。味方が追ってたよ。さあ、富士壺スケ編が変わったらどうなるか、まあ、毎回ね、部屋出てるんだけど、さあ、必戦ボールドバローラースパ、果たして倒してくれたら落ちてくるのか。まだこの時間帯は昼間だからな、逃げろ逃げろ逃げろ、観光したかった、やばいな、観光割りあれ倒していきたいよ。あんまついてる、うーわーおわー、追ってきた、終わりや。